down the street tonight, singing along by the heavy gym. Jesus help us holding tight. Ain't got nothing for the quick I'll come. I gotta go, go like a local low. I gotta go, go like a cannonball. I gotta go, go like a broken soul. Susie waiting like a bunny at the door tonight. Hey!5% を引っ張ってきました。ここは一気に3000発いけるチャンスだぞ。よし、ほら100回転。まあこの6回転で当たってくれれば、まあもちろんそっちの方がいいんですけどね。100回転以内に当たるって保証はないですから。なし。さあ、ここからこの100回転の時短を生かしましょう。16ラウンドの特権。あーっと来た。さあ来い。5でエビ。ありゃ、裏サメの方になっちゃった。まあでも当たっただけ OK ですよ。時短100回転をしっかり生かしました。おいしょいおいしょいおいしょい。今日全部当たってんぞこれ。あとは、ああ熱い、あのぶっ飛びよりも熱いやつです。これボタン押すんだっけ。でかい。はい、当たりました。完璧です、完璧。いやーちょうど6個目だよ、ギリギリね。これで3000玉超えました。でいつもなら6回転目まで待つとこですけど、ちょっと回して保留内を満タンにしよう。桃鉄チャンスまた目指そう。ね、これで今もう桃鉄チャンスが来るかどうかの抽選を今やってるわけですからね。お前頼むぞ、お前頼むぞ、お前も行ってこい。お前当たれ。さあ次ですよ。もういいよそういうの、もういいってそういうの。あえっそういうことかしら。もう一個いいよ、もう何でもいいよ、色なんだな、何でもいい、5、6、何でもいい。へい、それどっちでもいいですもん。これさ、じゃあ次でもし桃鉄チャンス出て目的地行ったらそういうことですよね。そういうことあんのかな。まあないね。まあでも なくはないでしょうね、今引けなかったけど。うわー、めちゃめちゃこれ安心できるわ。まあご飯食べて流れがどう変わるかだな。ある程度余裕持ってご飯食べること、今までなかなかなかない。5% 持ってくるね。しかも保留内連チャン確定してない時にこれなんで、いやーナイスタイミング、素晴らしい。もうある程度見ましたね、演出。うん、これで。
桃鉄チャンスがなくてもこうやって当たってくれるっていうのはね非常にいいと思います。桃鉄チャンスありきになるとここがつまんなくなるから、それがないからねバランスはいいですよ非常に。じゃ あともう 2,3 回当てれば時間的にも勝ちが確定するんじゃないですか。まだもちろんその万が一ねストレートでハマってしまったら、まあ、勝ち確定とまだいかないですけど、それでももうかなり勝利は近くなってます。あらもう一個来た、ありゃ熱い、ありゃ熱い、あれ、あちゃ熱い熱い熱い、きたー、これは当たるでしょ。え、45回転目か、ほら上行った、あーサムヤン、サムヤン、サムヤン、いや泡でもなんで、わうわ泡だと思ったら魚群来たよ、うわうまいことその奇数図柄のね、時短50回転生かしつつのサム、しかも桃鉄チャンスも言うことなしやん、もう言うことなしやん、スペシャルラッキーまで2話4話ってなってね今ね、めちゃくちゃ選択肢があった。さあ行きます、よいしょねえ、止まらん、12連チャン中、いやあ、え、でサムってことはそういうことじゃないんですか。ほら、まあセグミでは分かるんですけどね、一応ここでもう16か7は分かるんですけど、まあ、そういうことでしたね、5% 本日3回目だから、まあ保留内連チャンが確定してますから、時短100に関してはまあすぐ終わっちゃいますけどね。あら弱いねリーチ自体はね、まあ、当たるんですけど、あー6で当たったか、100回転の時短が25回転になっちゃいましたね。もう持ってチャンスなし、これはいい加減もう抜けるかな、おっと1ゲーム目からしかも3、上いけ、上上上、うわー右か、弱いね、これは厳しいか、おお全然厳しくない、全然厳しくない、すさまじいっすね、アマデジで一撃万発を超えようとしてますよ、すごい、本日平均継続回数が5連になった、14連してますかあれ今、終わりっと、おいおいおい、わわわわわ、終わったゲームです、はい、いやー久しぶりにこの青い海を見ましたね、1時間ぶりぐらいですか。さあこの一撃9000発この出玉を抜けた後どうなるか、得てしてこういう時はねハマったりするもんですから、あできれば確率分もいないで当たりが欲しいですね、早いとこ当たりが欲しいっすな、
そんなんでもう海はこれだから好きなんだよな。完全に油断してた今。ラッキー、うわワン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 っつってね。25回か、お祭りでやるか。一旦引き戻しはなしと、海モードに戻しますか。今僕だけじゃなくてカメラマンさんも大きい声出ましたからね。はあってね。今のは。いやー、ようできてますね。さあ1万発間近です。現在9900玉。じゃあここで保留な連チャン来ればですけどね。あら、また来た。なんかえらいチャンス目が出るようになってきたな。いいよ、もう一丁。よいしょ。さあもう一回、もう一丁。へいへい。いやー、また泡か。弱いな。よし、98回転目。ギリ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 順調ですな。これが連チャンしてくれればまたもや1万発オーバーのチャンス。さあそろそろちょっと ST 連チャン欲しいですね。今のところ単発単発ですから、あの大連チャンの後は。おお、わっ、プレミア、プレミア、釣りの銀次や。うわー、いいもん見れた。わー、ナナを盗んでるよ銀次が。26回転目。いやさあもうでチャンス来い。いやー、ないか。まあでもなんとか時短で引き戻しました。これでとりあえず現時点での持ち玉は1万発を超えました。さあ今度こそ STST。 ST4 連続するわ。ないぞ。おっとっとっと、今日は魚群は未だに1回も外れておりませんよ。デカめか。ちょっと不安だけれども、魚群パーフェクト、パーフェクトでいけ、このまま。よし、いやー外れんな。桃鉄チャンスなし。久しく見てないですね、桃鉄チャンス。あれノーマル？ノーマルじゃん。ほら、きたー。だー。ノーマルかと思いきやのね。バチコーン。よーし、久しぶりのST9 レンチャン。さあ桃鉄チャンス来い、桃鉄チャンス来い。あー、おお、1ゲーム目から桃鉄チャンスなんていらないよと言わんばかりに。
ここでエビで、あエビじゃないか、鉄板ですね本日の魚群は。全部当たっとる。あ一旦抜けと。何連だ、5連、時短引き戻した5連ですね。はい、というわけで、実戦終了です。結果はエンディングで発表させていただきます。お疲れ様でした。必然です、必然の勝利でございます。いやもうね、言い方が適切かどうかわからないですけど、完全にもう店側が僕たちお客さん側を勝たせに来てるとしか思えない。あれはまあ稼働がもう物語ってますしね、今日は凄まじい稼働でした。で桃鉄のコーナーも朝から打ってる方がほとんど動かず、で空いたと思ってもすぐ埋まってということでね、他のパチンココーナーもめちゃめちゃ賑わっておりましたけども、その中で僕はまあこれは間違いないだろうと、こういう台を掴んで、まあ、自分のその引きにも恵まれながら、本日の結果は投資がまず2000発、そして回収が1万発でプラス8000発という結果になりました。というわけで今回は無事サンローランの財布を守り、そしてノーハーマンのコジックグラフィックのシャツをゲットという形になりました。いやこれで5戦終わって3勝2敗ですか。まあいい塩梅できてるんじゃないですか、その2回に1回ぐらいのペースで僕はいただきながら、でまた2回に1回のペースで皆さんに放出しながらという形でね、で、次が6戦目でございます。最長一区切り目となるラストの勝負ですけどね、ここを勝てばまあ4勝2敗か。まあなんだろうな、皆さんにちょっとプレゼントしたい気持ちもなくはないですけどね、ただねもうお店がねプレイランドキャッスル天白店である以上は負けないですよ、お店が僕たちを勝たせに来てます、お店が僕たちを勝たせに来てます。多分ですけど、結構その動画を見てパチンコ家に来てくださってる方もいらっしゃるようで、これね僕北斗のあの2回目3万発オーバーの時ですか、あの時も言いましたけどね、来た方がいいっすよ本当に。この日の僕そんなねなんかこう見入ってどうだとかいいのか悪いかとかもほとんど分かんないし、それでねフラッと座って収録しやすい角台を座って、でそれが状況いいわけですから、で他のお客さんたちもね粘って打ってるって私もそういうことですかね。もともと水曜日は強いみたいなんですよ。で水曜日はそのベッド財店の毎月の水曜日のどっかでベッド財店の収録を行ってるんですけど、いやーもうお膳立てしっかりできてます。皆さんぜひともベッド財店を見るだけじゃなく遊びに来てください。というわけで今回はこのような結果になりました。次回ね、一区切りとなる最終戦、なんとか勝利で終わりたいと思っていますので、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺でまたお会いしましょう。さよなら。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も載ってるぜ。